皆さんこんにちは。こちらはダイヤトーン P610MB です。発売は1995年、当時の値段は1万円でした。このユニットはフルレンジの傑作と言われています。非常に有名ですから、オーディオファンで知らない人はまずいないと思います。シングルコーンのフルレンジは音源が一つでネットワークを使わないから音がいいという噂がありますが、本当でしょうか？今回はこのユニットの性能を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。定格入力が 7W しかありませんが、能率が 90dB ありますから十分な音量を出せます。専用キャビネットは同時に発売された別売り品です。 P610 はもともと60リットルぐらいの箱に入れるユニットですが、このキャビネットは26リットルしかありません。これが性能にどう影響するのか後で詳しく調べます。このシリーズに次があります。最初のモデルは昭和33年に遡ります。このモデルは BTS 規格6121に合格しています。 BTS は NHK 独自の規格です。詳しい中身は分かりませんが、おそらく 80Hz から 10kHz プラスマイナス 5dB というのがこれに相当するでしょう。昭和33年当時、この性能は画期的だったに違いありません。最初の P610 にはトランスがついていました。68年にトランスをなくした610A、B が発売されて、83年にロールエッジになったタイプ D とフェライト版のタイプ F が発売されます。92年に一旦製造が終わりますが、95年に数量限定でタイプ M が発売されました。同時に専用キャビネットが発売されています。今回ご紹介するユニットはこのタイプ M です。今回は専用キャビネットを同時に入手しました。中古ですので状態を確認します。専用キャビネットにはサランネットが付属します。バナナに対応した金メッキのスピーカーターミナルです。このエッジは人工皮革です。発売から27年過ぎていますが、劣化していません。復元に時間がかかりますね。減衰の高いエッジです。ユニットを外して中を観察します。8オームのユニットです。マグネットが小さくて弱い磁気回路です。これは品川電線の 1.25 スケアです。ポートの一部にフェルトが貼ってあります。全体ではなくて上の部分だけです。このフェルトはバスレフの共振を下げる効果があります。違う種類の吸音材を貼り分けています。カメラを中に入れて奥の方を見ていきます。底の方まで吸音材が入っています。ポートの上にも貼ってありますね。ポートのフェルトや吸音材を貼り分けている様子から、チューニングに力を入れたことがうかがえます。
それでは測定結果を見ていきます。最初はインピーダンス特性です。まずは裸の特性です。低域の再生限界を決める F0 は 70Hz です。 Q が高いですね。 Q は 0.7 が標準ですが、裸の状態で 0.7 を超えています。これは磁気回路が弱くて静動が働きにくいためです。箱に入れると Q がさらに上昇しますから、このユニットは大きな箱を要求します。箱に入れるより平面バッフルで使うのがいいかもしれません。途中に見える小さな山は共振です。このユニットはコーンがふにゃふにゃなので、低い周波数から共振が始まります。箱に入れた結果がこちらです。バスレフの共振は 60Hz の設計です。広域にかけてインピーダンスが上がっています。ダンピングファクターの低い真空管アンプで鳴らすと、低域と広域が盛り上がってバランスのいい音が聞けるかもしれません。バスレフポートの遅れを見ていきます。だいたい10ミリセカンド、遅れ率に換算すると 0.6 です。遅れ率が1を超えると、その周波数の音が丸々1周期遅れて出てくることになります。周波数特性を見ていきます。全体的にフラットで癖がありません。個体差がありますが、おおむね BTS 規格を満足するでしょう。低域が盛り上がっているのは箱が小さすぎて Q が高くなった結果です。少しぼわついた低音になると予想されます。バスレフの共鳴は 60Hz です。若干盛り上がる程度にして、だら下がりを狙った設計です。 1kHz から上の凹凸は高音のたわみや分割振動が原因です。 5kHz から上の広域は音の打ち消しが起こりやすいので、レベルが落ちます。指向性を見ていきます。ちょっと角度がつくと広域が聞こえなくなります。これはフルレンジの宿命です。広域が足りない問題はイコライジングでカバーできますが、指向性はどうしようもありません。歪みを見ていきます。これは 1W の結果で、黒い線が全ての歪みを合計した結果です。 1% がクリアに再生できる目安です。低域の空振りが目立ちますが、普段聞く音域は問題ありません。この測定結果から予想される音色は、低音が少しぼわついて高域が不足気味の音です。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースを再生して空気録音したものです。ダイアトーンの P610 は昔から評判の高いスピーカーです。果たして現代でも通用するでしょうか。それではじっくりお聞きください。
て歌ったね、知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくて、フレンド、コモデピも一緒。いかがでしたでしょう。私は昔このスピーカーを使っていましたので、当時の音を思い出しました。フルレンジは単一の音源で、ネットワークがないから音がいいと言われていますが、実際はそうでもありません。16センチのフルレンジは低域も高域も伸びが中途半端で、ぼやっとした音です。中高域は分割振動ですから、音像もはっきりしません。昭和33年はこれで十分だったようですが、現代のハイファイ再生に使える性能ではありません。ツーウェイにした方がはるかに音の良いものができます。このユニットにツイーターを追加してツーウェイにすれば、高域が改善できますが、ボアついた低音はそのままです。これを改善する方法に、平面バッフルと真空管アンプの組み合わせがあります。 Q が下がって低音の質が改善されます。 F0 も下がりますから、箱に入れるよりも低域が伸びます。フルレンジは高域のインピーダンスが高いので、真空管アンプと相性がいいと思います。高域のレベルが上昇して高域不足が改善します。半導体アンプで鳴らす場合はツイーターを追加してクロスオーバー周波数を 2kHz 以下にするといいでしょう。 P610 はナローレンジでハイファイ再生は期待できませんが、癖のない素直な音が出る特徴があるのですから、その特徴を生かした使い方をするのがいいと思います。例えば音質をあまり求めない BGM の用途があります。ダイヤトーンの P610 には特別な音があるとか、これでしか聞けない素晴らしい音色があるといったことは期待しない方がいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。